彼女の寝相の悪さ治ってる？はい、どうも、皆さん、こんにちは、のいちです。ということで、本日はですね、杉国より一の声優予想をね、やっていこうかなと思うんですけども、まあ、本日もですね、いつも通り5人予想していこうかなと思います。でですね、ランキング形式で発表していこうかなと思います。ということで、もう早速やっていきましょう。第5位は、古谷徹。勇者には、もう一通りある。世界を破滅に導く勇者だ。はい、ということですね、この方が演じたキャラはですね、ガンダムのアムロレインだったりとか、コナンのですね、アムロトールなんかをね、演じております。ということですね、まあ、この方を選んだ理由なんですけども、まあ、やっぱヨリイチっていうのはものすごくこうかっこよくて、だけど、まあ、すごく優しいキャラクターなんですよ。で、そして安心感のあるなんか大人っていう感じの、まあ、声優さんがいいかなと思いまして選ばせていただきました。ただですね、まあ、どっちかっていうと古谷徹さんはですね、まあ、なんか青年感あるキャラクターが多いので、まあ、ちょっとだけちょっと違うかなと思ったので、まあ、第5位にさせていただきました。ということで第4位、早速行っちゃいましょう。第4位は、草尾武史。僕は許せない。今ここでお前を倒す。はい、ということでですね、この方が演じたキャラはですね、ドラゴンボールのトランクスだったりとか、スラムダンクのね、桜木花道なんかをね、演じております。ということですね、この方を選んだ理由なんですけども、この方もですね、声に優しさがあって、それでいてかっこいいというのがまさしくより一っぽいんじゃないかなと思って選ばせていただきました。だけどですね、この方もですね、ちょっと青年っぽさがね、溢れちゃってるよということで、もうちょっとね、こう大人っぽい雰囲気のある方がね、いいんじゃないかなと思って第4位にさせていただきました。ただですね、今回ね、ランキング作るにあたってね、結構ね、難しかったんでね、まあ、第1位から第5位まで誰が来てもおかしくないんじゃないかなと思っております。ということで第3位いきましょう。第3位は、井上和彦。弱さを知れば人は強くも優しくもなれる。はい、ということですね、この方が演じたキャラはですね、ナルトの畑かかしだったりとか、ジョジョの奇妙な冒険のカーズなんかをね、演じております。ということですね、この方を選んだ理由なんですけども、この方はですね、声にこう優しさがあって、かっこよくて、それでいて、大人っぽいっていう、この3つの条件が揃った、まあ、声優さんなので、まあ、それがやっぱより一に合ってるんじゃないかなと思って選ばせていただきました。ただですね、ちょっとね、声質がより一っぽくないんじゃないかなと思ったんですよね。まあ、これは個人的な意見なんですけども、まあ、ちょっと違うかなと思ったので、第3位にさせていただきました。ということで、第2位行きましょう。第2位は、池田秀一。だがお前はまだ、それに支配されてはいない。お前は自分の愛を見失っているに過ぎないのだ。はい、ということですね、この方が演じたキャラはですね、コナンの赤井秀一だったりとか、ワンピースのシャンクスなんかをね、演じております。ということですね、この方はですね、国志望の声優予想の時にも出させていただいたんですけども、まあ、やっぱりね、ワンピースのシャンクスがまさにより一っぽさがあるよね。なんかこう炭治郎を導いていきそうな声優さんなんですよね。シャンクスって言ったらやっぱりこうルフィをこう導いていった人っていう感じなので、まさにこうシャンクスなんかをね、イメージして選ばせていただきました。いや、ものすごくより一っぽい声優さんなんじゃないかなっていうか、そういうこう雰囲気立たれるような感じのもう声優さんなんじゃないかなと思っていますね。あと個人的にやっぱ池田秀一さんの声ものすごく大好きなんで、まあ、より一だったら嬉しいなっていう感じですね。ということで第1位いっちゃいましょう。第1位は、山寺宏一。まだ信じているのだよ。どこか別の世界には本当にあの城が存在するのだ。はい、ということですね、山ちゃん来ちゃいましたよ。第1位山ちゃん来ちゃいましたよ。ということでですね、この方が演じたキャラはですね、エヴァンゲリオンのカジ・リョウジだったりとか、アラジンのね、ジーニーなんかをね、演じております。ということでですね、僕が選んだ理由なんですけども、やっ
ぱりエヴァの梶良司っていうところで当てはまりましたね。梶良司っぽさがさ、ものすごくより一致感あるじゃん。ちょっと語彙力ないけどさ。まあなんかね、まさにこう梶良司なんかをイメージしてね、僕は選ばせていただいたんですけども、かっこよくて、優しくて、それでいて、こう、ものすごく大人に見える。まあそういうこう、雰囲気が出せるのは、ものすごくこう、山寺さん、向いてますよね。まあね、ちょっと次回、ハンテングなんかをやろうかなと思ってるんですけど、ちょっとハンテングと、杉国よりいち、山ちゃんどっちに来るのかなと、すごくそこは思っていますね。もう本当に山ちゃんは鬼滅の刃どのキャラに来てもおかしくないぐらいいろんなキャラを演じられる方なので、まあ鬼滅の刃どっかしらで、まあ、来ると思うんですけども、まあ、僕はですね、まあ、山ちゃん来るとしたら、まあ、よりいちで来てほしいなとものすごく思っていますね。まあこうよりいちのね顔を想像した時にものすごくこう山ちゃんのね声がねこう浮かんできたんですよね。まあだからこう僕としては、まあ、鬼滅の刃で山ちゃんを使うんだったらよりいちを押しますね。はい、ということで皆様いかがだったでしょうか。ということで皆さんのね予想なんかもぜひぜひね、今回もコメント欄にねよろしくお願いいたします。またですね、この動画良かったよという方は高評価、そしてねチャンネル登録なんかもねぜひぜひよろしくお願いいたします。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。うっばい。はい、ということですね、今回の雑談はですね、漫画トークということですね。最近僕が読んだ漫画でめちゃくちゃ面白かった漫画をね、ちょっと話していこうかなと思うんですけど、まずはですね、カノカリ、まあ、彼女お借りしますという漫画ですね。僕がもうほんとラブコメ漫画の中では最も好きな漫画なんですけども、これなんで好きかっていうとですね、まあなんかこう恋愛がもう簡単にコロコロいく漫画って最近多いじゃないですか。もう本当になんかその主人公とヒロインがすぐくっついちゃう漫画っていうのが多いんですけど、この漫画っていうのはそれがねこう全然こうなくて、もう本当に一歩一歩近づいていくっていう感じがねものすごくいいんですよね。まあこれはちょっと賛否両論あって、少しちょっと引き伸ばしすぎじゃないかとか。まああとは主人公をこう邪魔してるね、キャラクターがいるんですけど、そのキャラのことを、まあちょっと批判する人がいたりとか。まあ結構賛否両論はある感じなんですけど、僕個人としてはものすごく本当に大好きなラブコメだなっていう、この一歩一歩進んでいく感じがまさにいいよねっていうのがありましたね。ということでね、カノカリね、皆さんもぜひぜひ読んでほしいかなと思うんですけど、続いてですね、怪獣8号という漫画ですね。この漫画もね、もう本当に面白いんだよね。最近本当に人気が急上昇してる漫画なんですけど、もう本当にこう王道のバトル漫画なんですけど、僕としてはやっぱその王道だけど現代チックのある雰囲気だし、あとなんか主人公がすごい面白いっていうのが僕個人としては大ヒットしてますね。でこうやっぱ敵がものすごくこう強そうに見えるから、なんかそのバトル漫画としてもすごくこう迫力のあるというか、これアニメ化したらえぐいだろうなって思ってますね。呪術廻戦の漫画とかも全巻読んでるんですけど、まあなんか個人的にはなんか怪獣8号の方が上だなってちょっと思っちゃってますね。まあこれはでもね、まあ個人のね、感想なんでね、まあそこはまあ人それぞれだとね、思うんですけど、まあ僕はなんかその呪術廻戦より面白いなって普通に思ってますね。ということでですね、まだ読んだことないよっていう方はね、ぜひぜひね、読んでほしいなと思いますね。ということで、今日の雑談はですね、漫画トークでした。